最西は木星の共造となる仮想の惑星。古代中国の天文で奇学において設けられた。木星は天球上を西から東に約12年で一周する。そのため木星は天球を赤道沿いに十二等分した12時を約1年に一時進むことになり、木星の12時の位置で年を記述することが可能であった。しかし12時は 西から東に天気を分割したもので、地上の方位と方向と合致した十二神とは逆方向であった。このため、天球上の円軌道に直径を引き、その直径を基準に木星と線対称の位置にあり、東から西へ移動する仮想の星を設定した。これが大祭である。こうして、大祭在庫というように、大祭の十二達上の位置で年を記述する。 大裁記念法が用いられるようになった。これが後に大裁とは関係なく、機械的に60年一周で年を記述する監視記念法へと発展することになる。なお大裁を決める直径の位置は歴法により異なっている。これは木星の後転周期が正確には11.862年であるため、木星の天球上の位置は約86年で一時ずれ、改歴の際に それを調整したからである。関の三等歴ではこれを調整する調達法を歴法に盛り込んだ。ウィキメディアコモンズには大祭に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。